こんにちは、佐藤です、えー。今日はですね、宮沢賢治の銀河鉄道の夜、えー、銀河鉄道の夜を紹介してみたいと思います。えー、登場人物のジョバンニとカンパネルラは2人でね、まあ、列車に乗って銀河の世界を旅するわけなんですけれども、えー、今回紹介するのはその列車の中で2人が会話をしている場面です。えー、こちらですね。では読んでみましょう。 カンパネルラ、また僕たち二人っきりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように本当にみんなの幸いのためならば僕の体なんか百遍空いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろうジョバンニが言いました。僕、わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たち、しっかりやろうね。 えこの場面ですね、えー、結構有名なところなのでね、まあ、ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけれども、えー、ジョバンニはみんなの幸せのためならば僕は何だってやると、まあ、カンパネルにそんなふうに話すんですねでそれを聞いてカンパネルはうなずくと、えー、でもジョバンニには本当の幸いとは何だろうと、まあ、新しい疑問が浮かんでくるわけですよね えー、そして、えー、本当の幸いについて考えを巡らせていくジョバンニとカンパネルラ、えー、そしてこれからも一緒に進んでいこうと、まあ、約束をする2人、えー、2人の気持ちがつながっている様子が表れている本当に、ね、銀河鉄道の夜の中でも静かで美しい場面の一つなんじゃないかなと私はそんなふうに思います、えー、そしてここからは、えー、私がこの場面をどのように読んだかと、まあ、どんなことを考えたかということをね少し掘り下げて説明してみたいと思うんですけれども えー、ジョバンニは本当の幸いって何だろうと問いかけますよね。そしてカンパネルラは分からないと答えると。えー、確かに私たちも本当の幸いって何だろうと質問されると、まあ、答えられない自分に気がつきますよね。皆さんもね本当,の幸い本当の幸いって何だと思いますかと聞かれるとちょっとね、うん、それはやっぱりあの幸せですよとか幸いですよってなんかね答えられない自分に、ねえー、気がつくんじゃないかなと思うんですね。 えー、私たちはやっぱりあの幸せになりたいと思っ例えばそうですね例えば、えーまあ、もっと自分らしく生きたいとか、えーまあ、恋人が欲しいとか働きやすい仕事を探したいとか、まあ、いろんなことを思い浮かべながら、えー、きっとねこれが実現すれば幸せになれると思って、まあ、それが幸せなんだと思って、まあ、そこに向かって進んでいこうとしますよね。 ところが実際にそれがね、実現したとしても、今度は別の新しい悩みが生まれてきますよね。まあ、そんな経験があると思うんですね。 例えば、ん例えば、うんじゃあ、えー、まあ、新しく恋人ができたと。で、恋人ができて、これで俺は幸せになれると思ったとしても、一緒に時間を過ごしてみると、えー、価値観の異なる部分が目について、まあ、イライラしたりしますよね。えー、そして、えー、自分の考えは理解してもらえてないんじゃないかなとか、えー、別のことを考えてるんじゃないかなとか、えー、もしかして浮気してるんじゃないかとかね。なんかあ、相手のことが理解できなくて悩んでしまったりしますよね。そして、時々口論とか、まあ 喧嘩をしてしまったりする時もあるんじゃないかなと思うんですね え、これを手に入れれば幸せになれると思って頑張ってきたのに、実際にそれを手に入れてみると新しい悩みが生まれてしまう。まあ自分は幸せでも相手は幸せじゃないかもしれないし、相手は幸せでも自分は幸せじゃないかもしれない。なかなかね、まあいろんなことを考えていると、まあ本当の幸せってなんだろうと、まあとにかくね、えー、そういったものが付きまとってしまうと、えー、なかなかね、これ難しいところじゃな,んじゃないかなと、まあそんなふうに思うんですね。えー、そして本当にね、あのー、まあ改めてもうすべての人にとって本当の幸いってなんだろうと、まあそんなことをね、 まあ考えてみても答えのようなのは見つからないと、えー、答えは見つからないしなんとなく抽象的なイメージは浮かぶんだけれども、えー、具体的な言葉では説明できない、まあ、その辺がねなんかんちょっとね面白くもありまたなかなか、えー、奥深い世界なんじゃないかなとまあ思うんですね、えー、そして、えー、この作者の宮沢賢治は おそらく全ての人が幸せになる方法を生涯かけて探していた人なんじゃないかなと、まあ、私はそんなふうに思うんですねで実際に、えーまあ、宮沢賢治自身も、えー、父親と対立をしていたんですね、まあ、それは仕事のことであったり、まあ、宗教ですね、まあ、信仰の点でさまざ、あ、まな面でねちょっと父親と対立している部分があって同じように、まあ、信仰の道に進んでいるにもかかわらず、まあ、それぞれに別の神様がいるとで別の神様がいたりして考えが違うことで対立を深めてしまうとお互い に理解できないといとうう孤独感が深ままってしまう、まあ、たった一人の父親ですよね肉親にもかかわらず、まあ、幸せになれないえこれはどういうことなんだろうと、まあ、全ての人が幸せになる方法ってないのかなとね、まあ、そんなね、えー、経験が宮沢賢治にはあったわけなんですよねまあそのような、えー、宮沢賢治作者の思いが、えー、ジョバンニのセリフに込められてるんじゃないかなと、まあ、私はそんな風に、えー、考えてるんですね。 えこの「銀河鉄道による」っていうのは本当に美しい場面が広がる素晴らしい作品なんですけれども、まあ、その背景には、えー、このようなね作者の深くて静かな思考が流れている本当の幸いって何だろうと考えている、まあ、その気配を捉えながら、えー、作品を読んでいくとまたね、えー、新しい発見があるんじゃないかと思いまして今回皆さんに紹介してみました。 えー、そしてもう少し宮沢賢治のこの銀河鉄道の夜について詳しく知りたいという人のために、えー、解説の動画を、えー、作ってあります、えー、こちらですね全部で30分以上の長い動画になりますので解説になりますのでね、えー、ちょっと、えー、大変かなと思いますけれどもまあ興味がある方は、えー、こちら説明欄の方にリンクを貼っておきますのでそちらも併せて、えー、ご覧になってみてください、えー、そして銀河鉄道の夜を楽しむきっかけにしていただければ嬉しく思います え今日はですね、えー、宮沢賢治の銀河テストのようにについて皆さんに紹介してみました。えー、このチャンネルをですね、このような感じで文学作品を通して考えるヒントを提供していきたいと思っています。よろしければ一緒になって盛り上げていただければ嬉しく思います。えー、今日の内容はこれで終了です。ありがとうございました。